箱崎みどりは、日本放送 CP 局アナウンス室所属の、アナウンサー。厳正、非公表。東京都目黒区出身。昭和女子大学付属昭和中学校、高等学校卒業。2009年3月、東京大学教養学部総合社会科学文化、卒業。同年4月、東京大学大学院総合文化。 研究科比較文学比較文化専攻課程に進学し、2011年度修士課程終了。高校時代、放送部に入部していたが、大会での成績は関東4位が最高で同じ、部員で自分より上手い人間が多かったので、アナウンサー職を諦めていたが、就職活動時、人生一度きりだからと金融業界などの総合職と平願で、アナウンサーも受験したところ、 内定を得た日本放送に2011年4月入社。元アナウンスルームの同僚である五戸美希とは同学年に当たるが大学院卒経ての入社年次のため2年後輩になる。アナウンサー研修後の柿花しのあなたとハッピー。2011年7月15日放送分の中継コーナーでにて初泣き披露。以降、中継リポーターを経て、 番組アシスタントを担当。また、2012年12月18日に、同社のストップ、飲酒運転キャンペーンにて、あなたとハッピーの共演者で、アナウンサールームの先輩である、柿花正と演歌歌手の山内啓介とで、丸の内警察署の1日署長に就任した。2014年10月、入社前から交際していた。 観光庁に勤める東大時代の事務管理バイトで出会った5歳年上の先輩と結婚。2016年4月以降産休を取得し、5月に第一子で長女を出産。担当番組である2019年4月25日放送分の夕暮れワンダー4にて第二子の妊娠8ヶ月を発表し、同年5月24日から3前休暇日に入り、 7月上旬の出産予定であることを発表し、長男を出産。第一子の育休を含め、認可保育園の受け入れ不承諾が続き長めで、育休を取得し、2021年3月1日付で復帰。父親から育休中に何かしら活動することを勧められ、第一子の時は気象予報士に興味を持ち、受験勉強をした結果、資格を取得し、 第2子は、第1級陸上特殊無線技師を取得した。ありがとうございます。